日も素敵なゲストをお呼びしております。とても長い塔です。とても長い。はい、どうも皆さんこんにちは、白黒チャンネルのトゥニーです。グッドゲームガールズチャンネルのみそしるです。はい、そしてもうお気づきの方もたくさんいると思いますが、今日は素敵なゲストをお呼びしております。はい、スクエアエニックスの運営ディレクター FF ブレイブエクスビアスの運営ディレクター池田ズルツギです。イエーイ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今日はね、うつぎさんにせっかく来ていただいたので、はい、新イベントの、そうですね、はい、紹介ですとか、はい、新キャラの紹介ですとか、紹介とかしていただきたいと思うんですけれども、はい、もう今日はね、宇津木さんに全貌任せで丸投げですか。はい、丸投げです。丸投げですっていきますね。ということで、今回、開催されるイベントについて宇津木さんから紹介お願いします。はい、じゃあ、まあ、早速いいんすかね。もうどうぞ。はい、とりあえずじゃあ今回の、イベントなんですけど、うん、ファイナルファンタジー3より今回はまたダンジョンですね、うんうん、クリスタルタワーのイベントをやろうと思っています。おー、はい、いや、ファイナルファンタジー3ってもはやいつ1990年、私生まれてる、生まれてない。そうなの。あれ、私も生まれてない。え、設定できます。はい、ということでね、ファイナルファンタジー3、私リメイク版、はい、DS のリメイク版もね、はい、やったんですよね。そうですね、 DS でリメイク版出ておりまして、もうジョブチェーンの最初ですかね、確かね。そうですね、うんうん、はい、でファミコン当時は主人公たちには名前があのオリジナルなかったんですけど、うんうん、DS 版ではそれぞれあのルーネスとかアルクとかありましたね、はい、名前ついてまして、うんうん、でまあ、今回登場する方の、まあ、新キャラ、まあ、いきなり新キャラ言っちゃったんですけど、言っちゃいました。そうですね、あの主人公たち の, あのルーネスであったりとかアルクとかあのレフィアとかですね、うん、あとインです、うん、この4人が、うん、あの今回あのダンジョンと一緒に新登場になります。お、はい、このクリスタルタワーなんですけど、うん、まあ、原作の方をですね参考に今回も再現しておりまして、はい、はい、とっても長い塔です。とっても長い塔、とっても長い塔だったんですよね、原作もね。アバウトですね、はい、探索イベントでとっても長い塔を頑張るって感じですかね。あの、そうですね、はい、当時やっぱりあの、なんしろ今回も5段階あるので、はい、別にあの始めたばっかり の, あの、うん、プレイヤーの方でも、まあ、もうもちろんやり込んでいただいている方でも、はい、まあ、どっちもあの楽しめる形になってます。はい、で覚醒級は原作にあの習ってというか、原作と同じように一番最後にあの魔王ザンデが出てくるという、はい、ですごく道中が長くて、まあ、ここから先も原作だと本当長くて、うんうん、長いで、セーブがなくて超辛いところなんですけど、うんうんうん、セーブがなくてそんなに長い、本当にこのクリスタルタワーから続く、まあ、闇の世界に、本当はザンデを倒した後、原作だと闇の世界へ続いている、うんうん、はい、ところ で, で今回はそのクリスタルタワーを切り抜いて魔王ザンデ戦までをあの再現している。わー、でそうですね、あのここで出てきたレアモンスターのそのレッドドラゴンとかですね、あのエリクサーが盗めるやつが出てくるんですけど、あのあれとかイエロードラゴンとあとグリーンドラゴンですね、おがもう出てきますし、あの当時やっぱりこのクリスタルターンに出てきたあの敵モンスターもあの再現しているので、はい、でまあ、もう本当に道中に出てくるあの、まあ、取れるアイテムもあの最終調整はしているんですけど、まあ、やっぱり原作に習って なるべくやっぱりなるべくというか基本的にはもう F3 で入手できる、うん、あの装備品とかアイテムとかをやっぱり仕込んでますし、うんうんうん、世界観が、はい、そうですね、うんうん、本当になるべくちょっと当時のものを再現してあのこの BE で楽しんでいただきたいという感じになってます。で今回は本当に道中でボスまでをいかにうまく探索で乗り切っていくかっていうすごく長いあの探索ダンジョンでガッツリやりごたえがある感じになってるんで、ちょっとその辺をこうまた前回とは違った攻略をちょっとやっていただきたらな。確かに、はい、長いとね、やっぱそんだろうね、まあ、MP とかそうですね、テンとかテント今のうちにこう作成して、そうですね、でも2個までしか持てないもんね、あれ探索ね、1個か、はい、そっかそっか、ですです、とりあえずどこで使うかも重要な、そうですね、あまり魔法ばっか使ってると、ね、危ない MP が枯渇しちゃうんで、はい、なんかちょっとその辺を、はい、うまいことやっていただけたらという、うん、はい、そんなちょっとダンジョンになっております。はい、はい、で主人公たちなんですけど、今回はあの
名前がついてる DS 版の方のですね、はい、まあ、CG で綺麗なキャラクター、うんうんうん、かっこいい。そうそう、 DS 版はなんかその CG ムービーもなんか非常に入ってるんですよね、そうですね、はい、うんうん、なんでこのイメージですごくです。でやっぱりもうこっちのイメージすごくあのユーザーの、うん、あ、なんか、まあ、ファンの皆さんも強いと思うので、うんうん、今回 BE ではですね、あのルネスはやっぱり戦士で、うん、アルクが黒魔法、うんうん、でレフィアが白魔法で、うん、インデスは赤魔導士ですね。あ、赤魔導士です。はい、なんかあのジョブとしてはそういう割り当てで、うんうん、はい、今回は BE ではあの組んでおります。レフィアとかコスプレしたいくなるしたい、すごいしたくなる。似合うと思うよ、似合うと思う。これでもいける。まあ、まあ少なめですあの手が出しやすい、手が出しやすい。はい、じゃあちょっとキャラ紹介、あのまだ開発中の段階で、でちょっとデバッグモードなんで、はい、あのエフェクトが出ないんですけど、まあ、動きは見れるのでこの場でちょっとアルクとルーネスを、はい、紹介したいと思います。はい、じゃあアルクちゃんから。そうですね、アルクドットコンですけど、お、待機モーション、待機モーション、あ、頑張ってる。ちょっと腰が引けてる感じが可愛いですね。そうですね、どんなキャラなのこれは。ちょっと可愛い系の男の子ですね、はい、ですちょっと気弱で、なんか見た目本当にすごくこう優しそうな感じなんですけど、あのまあ、クロマ同士でなんか冒険を通じてだんだんこうちょっと勇気を、うん、成長期が見えるわけですね。そうですね、はい、という感じの、うんうん、はい、キャラクターです。わ、これが通常コーンで、そうですね、本当にポッコーンっていう感じです、まあ、物理ではない、物理で、あ、まあ、魔法待機、あ、お、お、お、本を持っている、ペラペラしてる、すごい、そうな、あ、あ、すごい、はい、ペラペラしてる、ペラペラしております細かい、細かい、ほんと細かいですよ、すごくよくできてるんですよ。で、まあ発動するともう、まあそうですね、こんな感じで、あ、ペラペラして、うん、やっぱりなんか本を持ってるキャラクターなので、うんうん、はい、まあ、そうですよね、こう脇になんかね、持ったんですよね、うん、そうです、はい、うんうん、という感じで、で、必殺の方になるとこんな感じの、おー、はい、ヒットエフェクトが入ってないんで、まあ、まあ、まあ、ポーズだけなんですけど、基本的にバンバンっていくと、そうですね、バンバンっていく感じです、はい、すごい、という感じになっております。で、黒魔導士、そうですね、はい、気になる、気になる、魔導士何使えるのか、ね、何使えるのか気になる。ちなみに勝つと、まあ、こんな感じですね、結構キョロキョロしてる感じの、あ、本当だ、これ原作に忠実なんですか、こういう感じなんですかね。これも原作 の、 あのトラシンから持ってきてる、そうですね、ワンモーションだったりとかします、はい、ドッターさんがこの辺やっぱりすごくこだわって作ってくれてるんで、はい、で続いて、ルーネスになります、はいはい、こいつ、まあ、早速刀というか武器2個持ってますけど、持ってますよ、そうですね、あ、ちょっと上がった、ちょっと上がった、そうです、キュッてした、こういう感じです、バリバリの戦士タイプなんで、もうあれですね、うんうん、あのアタッカーの戦士なんですけど、はい、通常攻撃こんな感じです。あ、まあ、あ、3発ですね。はい。タン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 ですね。はい、こんな感じで、うん、はい、もう魔法の栄翔は結構うつむいて、まあ、なんか割と渋い感じ、ね。渋いですね。かっこいいですね。はい、見た目で言うと結構一押しみたいですね、一押しもね、そう、私はね、あの脳内ではちゃんとね、キャラ脳内本当めっちゃ主人公ですかね、もうルーネスはね、はい、明るい感じですね、うん、で魔法が発動するとそう、一気にかかる、はい、そう、かっこいい感じですね、はい、うんうん、かっこいいですね、この一本結びのちょっと ロングなの結びもいいですよね、並み木方がすごい細かい、本当にそうなんです、トゥルトゥルなってるから、うん、ヌルヌルちゃんと並みてそうですね、すごい芸が細かい、本当に細かいですよね、そうなんですよ、うん、で、この後必殺 LB なんですけど、うん、LB がこちらになります、マシ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 、やばいやばい、何回、何出た、何出た、あ、本当だ、何とかヒット、16ヒットって出てる、はい、これも原作って感じなんですかね、はい、そうですね、そう、原作の方 の、 あのルーネスといったら16ヒットっていうのをえ、16ヒットって増えるんですよね、レベルが上がると違いましたっけ、確かレベルで増えるはずです、レベルで増えますよね、確かね、氷ポーズも見たいです、 ですね、はい、これです、どうぞ、元気っ子ですから、これは元気っ子、イノシーのイメージと違ったしね、イメージと違ってちょっとショック受けた
やいやでもルーネスいや可愛いでも元気っ子ですよね。元気っ子ですか。こういう動きもやっぱあるんですかね。なんか原作に原作ではこれはないないかもしれないけど保管しているかもしれませんね。ちょっとおそらくでも可愛い飛び方が可愛い。なんかピョンつって元気やっぱ元気でほら個人的にはでも多分ドッターさんのこだわりだと思うのは結構この肘の時の座り方がなんか結構そのまま掲げないですよ。可愛いみたいな。もう頑張れもう頑張れないみたいな。可愛い。これはきっとすごくあのやっぱりドットを担当してくれたドッターさんのこだわりがあって新しいですよね。この膝つきみんなついてるみたいなこういうのとかなんだけどっていう感じなのに、だからこのルーネスのちょっと元気な感じがないちょっとやんちゃな感じが出てすごいお腹痛いみたいな感じがでも握ってるからお腹抑えれないまだ大丈夫。倒されたドットはどんな感じなんですか。こんな前のめりパターン。前のめりパターン。かわいい、かわいい。両手万歳です。かわいい、かわいい。まあ、戦士ですからね。私、こういう子好きです。少年っぽい男の子。結構個人的にはこう毎回で申し訳ないんですけど、サッツとか最高ですけど。あ、サッツとかね。ここですね。めっちゃ滑るからサッツを。サッツめっちゃ育てましたもん。すいません、サッツばっかりです。サッツ推し。じゃあ、続きまして、はい、今回、上限解放する、キャラクターの紹介です。ダダン、はい、暗闇の雲です。はい、1体しかいないですよね。そうですね、いやでもすごい、いや、超思い出のキャラですよ。思いすぎますよ。初めての星5だと思います。星5になるキャラが星3で出て星4、星5でレベルマックスまでした後に初めての虹から暗闇の雲さんの星子が出たっていうすごい思い入れのあるキャラクターです。今回あのルーネスたちの参戦に合わせて、まあ、まあまあもうここでしょうっていう、ここでしょうですね。ありがたやー、ありがたやという感じで、はい、暗闇の雲星6解放します。でまあこんな感じになるんですよ。こんな感じですね、はい、でなるんですけど増えますね。そう、増えますね。増えますね。で、雲が増量します。雲が増量します。この子ね。そうですね。ちょっと増やさないとですね。あと 2,3 本増えてるのかな、ちょっとね。そうですね。なんでちょっとただこの星6に伸ばすのって、はい、やっぱり弱かったらやっぱり魅力はないですし、まあ、かといってどこまでを上げてあげるかっていうのもちょっと結構難しくて、ちょっとそこを最後ちょっと今詰めてる、はい、じゃあ最中でございます。発表が楽しみってことですね。楽しみですね。はい、ただあの星6はあのファイナルファンタジー3 の, あのクリスタルタワー の, あのイベントに合わせて、はい、あの出してあげたいなと思います。楽しみ。でまあまあ、あの暗闇の雲も上限解放しますので、はい、現在開催中のあの霊式のですね、はい、イベントで、いや霊式のイベントめっちゃいいですよ。めっちゃいいです本当にありがとうございます、はい、3回ぐらいやったけど、はい、まあ、なんであの覚醒素材あの、はい、ぜひ集めておいていただければ、そうですね、すぐに結構持ってる方も多いと思うので、はい、最初からいるキャラですしね、はい、そうですね、うん、はい、あのお手元にある方はぜひもう覚醒のために素材を今からちょっとこの人の分、この人この人この人の分、暗闇の雲分、ちょっとあの取っとくといいかもしれません。いいですね。はい、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 というわけで今回は宇津木さんに来ていただいて、はい、ファイナルファンタジー3のイベントの紹介でございましたが、はい、はい、ちなみに今回のイベントダンジョンは周回要素とかあるんですか。はい、ダンジョンそのものは、前回 の, あのバブリルの巨人と同様にあの一発挑んでクリアすればあの、はい、いいのが手に入る、まあそうですね、武器とかね、おっしゃってましたもんね。はい、そうですね、あの3にちなんだ武器だったりとか、はい、なんか、まあ、あとはトラストモーグリだったりとかがいるでしょうっていう、はい、やった、まあ、いますね、はい、ね、というのが、はい、手に入る形になってますね、はい、同時に、無限の迷宮ですね、はい、あれもやっぱりあの一緒に、まあ、育成を進めてほしいの で, で、ね、はい、このダンジョン と,、同時期に、無限の迷宮も開催予定です。おー、はい、ということで、ということで、はい、ファイナルファンタジー3のイベントをお楽しみにということで、はい、楽しみにしてます、はい、そしてルーネス当たるといいですね。そうですね、そうですね、すごいなんですかこれはい、
ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式チャンネルで先出しのねイベント情報とかあれば宇津木さんは来ていただいて説明していただけると思いますので、はいはい、見てくださいね。バイバイ。はい、ではいつも最後までご視聴ありがとうございます。公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。下の赤いボタンをタップまたクリックでできるので更新通知届くんでぜひよろしくお願いします。